あれ？ランプついてる。ん？排除中はランプがついてる。ここか？開いてるよね、最初から。待ってた。いや、マジでわかんなくて、何回もね、すごい映像見たんだよね。あ、そういうことね。だってあのシャツ開いてんのもおかしいじゃん。はい。おかんこの仕組みは確かこんな感じでした。いや、この曲やめない？うん。取っ手を握ると、センサーが指紋を読み取って、取っ手が取れる。リファール。うん。はいはいはい。最初から開いてんのよな。それならばこの映像は明らかにおかしい。気づかんよ。いや、よくできたゲームだ。うん。開いてんのよね。あ？手袋挟んでた？だから開いてたのかな？ふん。その少し前、戻して見てみましょう。はい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 。もう開いとるんよ。ランプをよく見てください。すでに点灯しています。よく気づいたよ、なるほどくんと私。難しいの。なるほどね。うん。いやー、これ本館。静粛に、これは一体。簡単なことです。ロックがかかっていなかった。しかし、保管庫のロックは電子システムで管理されている。扉。だから、手袋とかね、何か挟んで閉まらないようにしてたんじゃないかしら。故障ではあくまで素人考えですが。ほう。素人は黙っておけということですな。裁判官ね、ミッチューってさ、物言いがきついよね。弁護人いかがでしょう？うん。あ、手袋？僕そういうのはちょっと。うん。あかねちゃん、やっぱり電子システムを狂わせる何かがあったのかな。ゴム手袋だっけ？電気通さない、通さないよね。あ、ゴム手袋。うん。ふん。オッケー。もう一回やらせておくれ。うん。わかっとるよ。はよはよ。あ、この映像で指摘するのは何も一つではないということ。ここよ。ちょ、難しいの。ですか？これ、あ、違う。これ。映像を見ていただきましょう。先ほどの続きです。多分ゴムって電気通さないからさ、ロケット弾もよくよく採用してる素材だね。チェ、あら、うん、これは。何か白いものが落っこちましたぞ。でも、誰が閉まらないようにそれ仕組んだの？しかし、扉が開けば中のものは落ちるのであります。あれが保管庫の中にあったかどうかわかりませんよ。扉が閉まったとき、はい。
か挟まってしまったら。うん。うん。でも、誰が挟めたの？ああ、センサーの間に挟まっていた。実はパトカーから降りるとき、3回に2回はネクタイを挟んで、その話はね、そんなに薄いの？あの手袋。でも本館、まず、はい。話がね、進んできましたね。オッケーオッケー。ふんふん。オッケー。その正体は、これですっていうわけじゃないのね。はいはい。これよ、これ。これだと思うんだけど、だって他にないもんね。ほら！うん、薄いゴム手袋。 SL95 事件。この僕でもあの保管庫を開けることができた。でもその後ねえ、ザイモンさんのロッカー開いてんのよな。コスプレパーティーしてたんだな。惑わされてはいけない、裁判長。何を見ちゅう。何？何？やめてよ。その件について証言するのだ。するのだ。え、本館でありますかこれ。怒ってるよ。給料下げられるよ。そういえばありましたね。ありました。あれが何？大変だなあいつも。はい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 。何ですか？丸に。あ、曲が速くなってる。クライマックスに近づいているのでは？はいはいはい。噴出してるんよな。いや、ガントさんにしろ、ザイモンさんにしろ、やたらこの身分証の ID を印象付ける行動をしてるなって思ったんだよな。あの殺人現場、まあ、現場駐車場に置いたのザイモンさんか誰かなんじゃない？うん。はいはい。そのトリックもね、なんとなく分かっているんですね。そっか、4989は灰原さんか。バロー。少し妙ですな。はいはい。あー、いや、みん、ん？第三？お、あ、第三保管庫、第一、第二があるんだ。特殊な事件のみが集められている。特殊な事件。特殊な事件。え？梅尾とあのコナカのやつも特殊事件ってこと？え、警察関係者が巻き込まれた大規模？え？梅尾。件数が少ない上、ほとんどは午前中のうちに処理されたはずだ。なるほど。はいいだろう。一応揺さぶってみるか。その首からぶら下げているやつですか？
手錠とともに、はいはいはい、絶対ないであります。やっぱりやめた方がいいでありましょうか、これ。さっき聞いたな。うん、深く追求しない方が良さそうだな、これ。はい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 、うんうんうん、コピーはできない。はい、うん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 、どうしたのかな。え？ああはい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 。いかにも。いやーちゃうのよちゃうのよ。うるさいうるさいガヤシ。パパ殺人犯なのあなあおいじゃんじゃん。シダメよね。教育上良くないと。うん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 。ないよ。ないよ。だってガントが言ったんだもん。今は尋問を続けていただこう。はいはい。うん。辛いのかな。いや、一緒にフランス料理食べに行こっか。テーブルマナー頑張るよ。はい。ナイフを突きつけてきた。不自然だと思いませんか。顔が違うってバレちゃうからね。わーってなっちゃったとか、お前じゃあるまいし。戸惑ってるよ。みっちゅん、もう ID カードのあんたらかんたら。え、紛失届はここではない。一応揺さぶるか。今から話すよ。お得意のピースサインがきらめくところであります。矛盾ここかな。いや多分紛失してんだよ。これを突きつけるにはまだちょっと早いと思う。ということはよ、これじゃない。これ使ってない。使ったっけ。だって5時12分なんだよ。ん、違うかな。ちゃうなちゃうな。あー違った違った違った。これか。ん、だって5時15分に入庫してるのにさ、これが落ちてんのおかしくないって思ったんだけど違うか。これ、現場写真？これ突きつけてみる。だから、ちゃうな。どうしようどうしようどうしよう。やっぱここだと思うの。何度も考えたけどこれかな。殺人現場で発見されてるんだよな。いや正直全然わかんない。あよかった、全然わかんなかった。ちょっと待ってください証人。はい、巡査は急に止まれないであります。うん、落ちていました。
僕の言う殺害現場は警察局の保管室ではありません。うん。そしてもう一つ証拠があります。あー、ふん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 、何かをなくしているのです。 ID カード、はいはいはい。断言はできませんが可能性は極めて高い。 ID かけてないのよな。うん。静粛に。どういうことですか？考えるまでもありません。本人じゃなかったのよね、やっぱり。うん。だから ID 見せると顔乗ってるから別人だってバレるのよ。いかがですか、三剣健治。一言だけ弁護士に言いたいことがある。何ですか？ご苦労だった。ご苦労、え？何？何？弁護側の主張を整理してみたい。ほう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 。やっぱ、ともえさん犯人説が固まってしまうってこと？はいはいはい、そうね、うん、やられたか。結論が導き出される。事態が偽物だった。つまり、はい、そうね、そうなっちゃうのかな。どうしたかな弁護人。さっきまであんなに生き生きと人差し指をつけつけていたのに、はい。なんだろう、指刺されるの嫌なのかな、自分だってやるくせに。チッ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 。うん。どうやらやっと気づいたようだな。ともえさんの殺人を証明してしまった。はい、地下室で、あ、地下駐車場で起こった。いや、ちゃうのよ、ちゃうのよ。なんで、なんで、ともえさん。その根拠はシンプルにして明白。信頼できる証人によって、ぐわーつー、さらに真実があると思うんですよ。そもそもそのなんでなりすましゲンガーをしなきゃいけなかったのかっていう。うわー、やりよった。うん、誰だったのか、どこへ消えたのか。おおおお、そこ追及しないのおかしいぞ。いや、いい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 。様子なんか見ちゃダメでしょ。この選択肢がさ、すでにいらないよね。なんだ、弁護人、まさか。貴様自身が立証したことを否定するつもりではないだろうな。そうではありません。騙されるところだってよ。え、私騙されてる？何のことだろうか。うん。はあ、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 うん、やっぱ誰だったのかっていうことは謎は残るのよね。ん？ダダダダダンダダダン、あ、違う、こんなメロディーじゃないな。なんだっけ。そう、あのシャツがさ、はみってんの。うん、そう。実際証拠保管室からは大量の血痕が発見されている。ねえ、
その血は、その血はどう説明するんですか、三剣剣士。なんだろうか。そういうことになればさらなる証人が必要になります。残念ながら予備審理と考えていた。ここがチャンスのようだな。え、チャンス戦チャンス。ザイモン、ザイモン、ミスターザイモン。うん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 。それはいかなる人物ですかな。うんうんうん、ザイモンよね、ザイモン。一応セーブする。個人的には京香さん呼びたいな。お弁当持ってきてくれないかな。まあね、これね、あれかな、ダメージ食うかな、ダメージ食うかな。いや、くらい。はい、なぜその男を。え、そうなの。かろう、そう考える。幸い彼は警察局内の勤務。わかりました。30分間の休憩を取ります。かんない、いろいろわかったと思ってたんだけど全然わかってなかったな。うん、それではこれより休憩に入ります。あの、お弁当食べよう、お弁当。ちょっと日をまたいで、しかも、マウスで、こっからやるんですけど、11時32分ね。いや、ほんといろいろ分かった気でいたけど全然分からん。やはりあなたを止めるのは不可能ですね。なるほど、弁護士。やっぱ友江さん、ザイモンさんかばってんのかな。だから止めたいとか。うん、何のことですか。あなたはザイモン京介を証文した。もうお分かりなのでしょう、何もかも。ね、なるほどくん。分かってんの、ちょっと。教えて、私、何も分かんないんだけど。なるほどくんも分かってない。よかった。私だけじゃなかった。お姉ちゃん。お姉ちゃんこそ何もかも知ってるんでしょ？あかね。いつもそうだよ。どうして教えてくれないの？なるほどさん、こんなに頑張ってくれてるのに。私は頼んだ覚えはありません。おー、つんかつん、ひどいよ。私たちがそんなに信用できないの？いや、そろそろあかねちゃんも鬱憤溜まってるでしょうね。うん、するっす。ちょっと空気が違ったかな。うわー、居づらいなー。ちょっとこれは居心地悪いですね。あのじゃあ また後で失礼するっす。しょぼーん。あ、糸の子刑事どうしたんですか。うん、どうしたの。全く失礼しちゃうっす。現職の刑事に使いっ走りさせた上、来てみればこの空気。ご苦労様、糸のこぎり刑事。フルネーム慣れないな。まったく。なに。お疲れ様であります。ほおずき首席検事殿。確かに最近疲れ気味です。それで、
持ってきてもらえたかしら。え、何、お弁当。あ、お弁当頼んでた。私の分頼んでくれたかな。ステーキ弁当。あ、これ、あ、どう見てもステーキ弁当じゃないわ。ごめんなさい、私今は囚われの身ですから。なるほど、弁護士の名前を使ってお願いしましたの。ぼ、僕ですか。まさかあんたから指令が下るとは思わなかったっす。うん、ちょっと SL95 事件の資料を持ってきてくださるかしら。いや、なるほど、くんそんな口調使わんやろ。お昼までに以上っす。え、 SL95 事件。ほう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 。弁護士に必要だろうと手配しておきました。ありがとうございます。多分そこから何かこうね、あの事件解決の糸口といいますか、何かしら分かるんじゃないか、分かるんじゃないかと思いますけども。うん、あの事件の資料です。読んでおくと良いでしょう。ありがとうございます。でも次30分でしょ、休憩。30分の間に読める？結構分厚いけど。うん、自分驚いちまったっす。首席検事殿も証人だったとは。証人？ SL95 事件の青影事件。青影事件、ん、青影せー。いや、連続殺人事件とは恐ろしい世の中っすね。刑事でしょあなた。お、なんすか、人を顎で使った上無視っすか。あ、あかねちゃん、どうして。この事件資料に君の名前があるんだ。え、あ、私の名前。え、もし、あ、別に財門さんをかばってるとかではなく、普通に、あかねちゃんが関係者。まさか、お姉ちゃん。ん？何？それは警察がつけた事件分類ナンバーです。2年前、世間では青影事件と呼ばれていました。青影、あ、青影で合ってる。そんなのって、今になって、そんなのってないよ。え？出てった。え、なにね、え、なんで、え、あかねちゃんどうしたの。あの、自分はこれで失礼しちゃうっす。しちゃうっす。バイバイ。え、うん、ともえさんに、あかねちゃん、すべての関係者が2年前の事件に名前を連ねている。偶然ではありませんよね、これは。あなたならばいずれわかるかもしれません。そろそろ時間です、行きましょうか。なるほど、弁護士。え、全部読めた？ねえ、とにかくこの資料よく読んでおいた方がいいな。え、読むじ、あ、ここで終わるのか。あ、まだ続くのかと思ってた。あほー。